くそ、ショーの野郎が最後場外で明け付け方め全然離さないから、タップしてるの離さない。重くに叩いたら床叩いちゃって、指がちょいって指が手の指が折れて、手の指がアキレス腱決められて手の指折れてる。これ骨が指がすげえてこれどこだ、これ床叩いた、床思いっきりマットだと思ったらマットそこにマットあると思って思いっきり叩いた、床叩いてアキレス腱固めて指手の指を痛めさせる、すげえ技だね。ショー大将アメリカで覚えたんだろう、きっとすごいよ、さすがだよ、さすがショー。足を決めて手を決める、すごいな。手はタップ、思いっきりタップしたら床を叩いちゃって、床だよ床、木だよ木、それで折れてしまった、折れてる、これは折れてる。第一関節、中指、右手中指、薬指、第一関節、下手したら人差し指は多分大丈夫、中指、薬指、第一関節まで行かれた、アキレス腱固めで。すげえな、アメリカで学ぶってすげえな、クソ。もうアメリカで本場の技を学んでいきたいな。明日はクソ。もうね、明日は ネットサーフィンしてどうやったらそういう技ができるのか調べるよ、今日。Wi-Fi 飛んでればの話。Wi-Fi 飛んでればホテルが飛んでなかったら終わり。動画すごいから、パケット代めちゃパケット代だから。通信制限かかっちゃう、もう見えない。1ギガ足してもすぐ落ちちゃう。くそ、ギガモンスターにしとけばよかった。ソフトバンク、はい、ソフトバンクユーザーです。はい。サンさん、私ソフトバンクユーザーです。はいはいはい、お父さん、はいはい、ギガモンスターにやっぱりするべきですね。はいはい、俺としたこと、すっかり忘れてた。アンクルホールドだよな。俺が海外に行ってる時に、そう、串田の木村ロック。それも呪術の先生に教えてもらって研究してた三角締め、それも研究してた。アンクルかよ、教わってねえ、マジか。まだ間に合う、まだ時間ある。とりあえずまずロッキーにアンクルどうすればいいか聞いて、プラス向こうで MMA 呪術を教わってた先生にも、とりあえずアンクルの逃げ方、アンクルの決められられなかった方、ね、とにかく俺のやれることをベスト尽くして明日。ああ、田口、あいつと試合したら相手が誰であろうと、どんなやつと組んでようと、試合が田口の試合になっちゃうんだよ。お、試合が終わってみれば今日は田口の試合だった、田口がいれば田口の試合になっちゃう。でも明日は、明日の試合後、勝利した上で試合後もこの試合は六本木スリー決勝の試合だったなと思わせるぐらい癖を残してやる。はあ、くそ、はあ、田口あいつ癖強いもんな。